みなさんこんにちは、佐藤乃愛です。ゆきのりです。ゆきのりです。今日は秋の毎日メイクを紹介していきたいと思います。普段はもうダダダダダダ家出ますみたいな感じだけど、時間かけようバージョンです。それではスタート。化粧水はポーランド城のハーバルローション、手にまあ出して普通に化粧水として染み込ませて使う感じです。ポールのさんのところに行った時にあったよ。あ、そう、本社に行って、うん、で使わせてもらって、え、めっちゃいいじゃんってなって、そのまま買っちゃったっていう。肌の張りが出るっていうか、みずみずしさがすごいので、私結構乾燥肌なので使ってます。で、夏はポーランド城ライン使いしてたんですけど、ちょっと秋になってきたので、アクアレルのスペシャルジェルクリーム A に変えました。化粧水と乳液と美容液とマスクとクリームが全部入ってるオールインワンなんですけど、これをちょっとだけ取ります。これほんと伸びがいいんで、この高い位置にのせて伸ばしていきます。これだけでめちゃくちゃ保湿されるので、めんどくさがりの人にいいですか、時短でいきたいじゃないですか。で、これをちょっとティッシュで、休日とかでお出かけするってなって時間があるときは、このハニーマーのハニーエッセンスパック、唇用パックも使ってます。一番最初下地、マックのストロボクリームピンク、これはもうずっと使ってるよね。割と使ってる。顔の高い位置にのせます。すごくツヤ感が出るので下地に仕込んでます。秋冬マットになるかもしれないんですけど、まだ私はツヤ肌をキープしたいと思います。内から外に伸ばしていきます。ノラさん、はい、ナチュラルに髪の色がすごい変わっていることはいつ触れるんでしょう。忘れてた忘れてた、髪色変えました。私はみんな髪明るくするの夏だと思うんですけど、うん、私はもう秋は服が暗くなるから私が明るくなるので、私が太陽になりましょうという気持ちで。気づいたらね、2回ブリッジしてた。ポーランド城モイスチュアライジングファンデーションプライマー S01 番、色付きなので私はファンデーション的な感じで使ってます。ファンデーションは使わないので下地の2個重ねって感じですね。ストロボクリームと何が違うのかって言ったら、やっぱり色付きっていうのでカバー力が高いのと、あと保湿成分がすごく多く入っている。強化の高い位置に乗せていきます。で、さっきもう下地は塗ってあるんで本当に少量で大丈夫です。で、伸びがいいんで、まあ、なんか気になる部分はちょっと重点的につける感じで伸ばしていきます。結構もうこれだけでも割とお肌も整った感じ。私はコンシーラーを取ったので、この次にコンシーラーをしていきます。イヴ・サンローランのラビアンタッチのナンバー2、目の下のクマとかここら辺とかね、あとはもう自分の隠したい部分ですね、心の底とかね。えプチプラだったらラッセンの顔すごい状態です。これ一番使ってるんですけど、これはすごくカバー力が高くて、あとイヴ・サンローランのラビアンタッチよりちょっとテクスチャーが硬いから、マーちゃんの花ぐらいで一番がちょうどいい。そうだね、私の肌色だったら1番がちょうどいい。 1.5 とか持ってる。コンシーラーするだけでね、結構本当に顔色が変わるんで、重点的にやるのは目の下でしょ、クマできやすいから。あと最近やってるのが眉毛の上、これ美容部員さんに見てもらったんですけど、眉毛の上とか下とかにやるとすごいいいみたいです。私はマヨサロンいてるから多分あれそうでもないんですけど、綺麗に見えるからなのかな。あと口周りがね、私はもうとにかくめちゃめちゃ喋りまくるんで、口周りがとにかく崩れやすい。はい、ベースメイクが終わりました。こんな感じですね。ツヤツヤだね。ツヤ感。でもこの後パウダーちょっと抑えるんですね。本当私秋冬は乾燥肌なんで、保湿に強いベースメイクを選んでるって感じですね。何からいこうかな。眉毛描きます。シャナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX の BD02 番。このシリーズを何個買っているんだと。うん、今これ新しい方でしょ、北あるから。そう、新しい歌舞伎町の皆さんに言ってるんですけど、歌舞伎町鳥貴族の上のね、マヨサロンに行ってるんですけど、ベースがやっぱ整ってると書きやすいんで、マヨサロンは本当おすすめ。マヨサロンはさ、どんぐらいの頻度で行ってるんですか。まあ、でも2ヶ月に1回は絶対行ってるかも。眉毛だけでマジ顔変わる。明るめの色で私は描いてるんですけど、カラバリがあるんで黒髪の子も全然いいと思います。で、私みたいに髪が明るい人は眉毛染めちゃって、その上から眉毛描いちゃってでいいと思いますね。すごい、なんかロシアの人形みたいですね。人形さん目指して頑張るか。うん、眉毛を描いた方で涙袋の影とかも描けるので、まああんま描きすぎると私爆発するんで、ちょっと真ん中にちびっとぐらい、はいはい眉毛、はい眉毛、眉毛はもうエクセルで私出来上がってるんで、さらにエクセルスタイリングパウダーアイブロウの SE02 ライトブラウンですね。暗い色使ってたんですけど、髪明るくしたので変えました。真ん中の2色を混ぜて上から描いていきます。で、ノーズシャドウも描いちゃいます。ノーズシャドウはなんか眉毛からこう下ろすんじゃなくて、こう目の横から斜めに入れるようにしてます。髪色変わるだけでメイク変わるからお金かかるなって思いました、イメージって。そう、新しい私を提供できるかもしれないです。
影響佐藤が各もちろん影響佐藤がじわるからのマイマスカラ。手の流れに逆らってやり戻す。ハイライトすんなって言ってた。ハイライト見ます。初めてね、ハイライトを使い切ったの。2本目今それ、これ2本目。おー、 RMK のグロースティック、ゴールド聞いて、ゴールドじゃないの。え、ピンク。ピンク前使ってたのゴールドよ。これピンク。ピンク店員さんにね、ピンクの方が肌に合ってますよって言われて、あ、そうだったんだ。これはね、Tゾーンに行ってきます。直目でもいいんですけど、私ナチュラルにしたいんで指に出してから塗ってます。 Tゾーンね、はい、顔が立体的になります。メイビーメイビーなれそう。 OK、 何かこつけるあと10秒仕上がりツヤツヤになるんですけど、はい、こんな感じですね。アイシャドウはこちら、エチュードハウスブレンドフォーアイズの1番。アイシャドウは結構定期的に変えるんですけど、まあ、割とスタメンで使ってるのがこのブレンドフォーアイズと、あとは 3C のマルチアイカラーパレットですね。まあ、結構割れちゃってるんですけど、オレンジとかブラウンが基盤のやつを使っていることがほぼです。最初この…あ、手攻めるよ。これをアイホール全体に塗ってきます。君がいるか…ね、雪のり的さ、秋の曲って何？秋…秋…はい、はい、特別なスープをあなたにあげる、あったかい中…冬かな。冬じゃない、なんか…金木犀ワッシュみたいな曲ないの。あ、作ります？何の打ち合わせもしてないと思うんだけど、みんな Twitter のタイムライン見てたら金木犀の香りがするみたいな。この季節さ、2日に1回ぐらいさ、なんか誰かがつぶれてるの。そんなするかみたいな。みんなどこにいるの？全然しないんだけど。アイホール全体に指で塗って、まあ、その後プラスでバーってやって、涙袋にもこのオレンジを仕込んで、その上から赤をちょっと染めていきます。これを二重の幅のところに。すごい、毎日メイクも秋っぽいね、化粧が今。そうだね、秋っぽくちょっとチェンジしました。暗い髪で結構濃いめの赤とかを使うとなんかがっつり濃くなりすぎちゃってたんだけど、今髪が明るくなったんで、そうだから赤とかも結構使えるようになってきたね。目のほんとギリギリ際のところに赤入れます。おしゃれ顔になります。こんな感じ、いい感じじゃない？いい感じ。ニョキ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 、サボだよ。シュー上村のビューラーでまつげを上げていきます。上がれ上がれまつげよ、上がれ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 雑そしてまぜまぜの案件の時、私が感動したこちら、マジェリカマジェルカラッシュセラムカーラー。これめちゃやばいカラーね。めちゃやばいね。これ塗っていきたいと思うよ。こういう感じになってます。こんなに上がったよ。マスから塗ります。フロッシュのモテマスカラを使っていきたいと思います。髪がね、明るくなったのでブラウンがいいかなっていう。アイラインはフロッシュのモテライナーのブラウン。目尻にちょっと垂れ目っぽくいくのがいいかなって感じですね。目をとにかく、まあでかいに越したことないんで、でかければいいってもんではないけど、まあ小さいでは大きい方が何でもね。大は小を兼ねるって言いますし、大は小を兼ねるちょっと垂れ目っぽい感じね、ちょっとアイシャドウを数日から発信してます。キャンメイクのパーフェクトスタイリッシュアイズの11番、一番減ってる色を涙袋にのせます。でこれ白をのせることで結構すごくぷっくりするので印象が変わります。真ん中に結構置いてるかな、涙袋ができて、ちょっとお人形さんっぽくなれる。こっち行こう、チーク。ジャグレのブレストチークカラーの N18番、オレンジっぽい感じの色ですね。ですね、くるくる回して、今に今までは目の下にポンポンって置くのがすごいハマってたんですけど、もうちょっと大人なんで斜めに入れるように最近してます。血色が良くなりました。フィニッシュパウダーしちゃいます。キャンメイクのトランスペアレントフィニッシュパウダー SA、 これがすごいいい。プチプラの髪をツヤツヤにした部分を若干抑えます。でこれ3色配合になってて、すごい一つ一つ柄が違うらしいの。え、そう、柄が違う場合がありますって書いてあって、でこれもう2個目なんですけど、これを塗ることによって結構メイクが崩れにくくなります。ちゃんと透明感がものすごく出るのですごくいいです。であとフィニッシュパウダーでおすすめなのは MAC のミネラライズスキンフィニッシュ。バーって塗るだけですごいツヤが出るのでおすすめです。パーティーとかの時は私はこっちの方が多いかな。あとはアディクションの
ザブラッシュ、これはすごく肌がキラキラするのでハイライト的な感じで使うのもおすすめです。リップに行きますかね。最初に、これを使います。エテセのリップエッセンス、唇用の美容液ですね。チューブタイプなんですけど、これをその乾燥が気になる時とかはバーって塗っちゃいます。まあ下地として仕込むのがおすすめですね。リップはね、毎日違うんですよ。だけど最近よく使ってるのはこれかな、ラズショップのルージュ・ザ・フュージョニストの13番、オレンジっぽい色の、結構ほら血色感が出ていい感じね。ルールリップはこちらで作っていきます。ハニーロアのハニーラスター R03 番、これって言ってよ。でちゃんと発色もすごく綺麗なので、そのさっきのダズショップの色味にちょっと似てて、だからこれペアで使うことがすごく多いです。 OK 完了。それでは髪の毛をやってまいります。せーの、じゃーん、完成したね。完成しました。秋のは色物は結構ゴールドとかオレンジとかに変えたかな。ツヤ感は引き続きという感じで、冬もまたね出そうと思ってるんで、ぜひ参考にしてみてください。やっほー。それではせーの、バイバーイ。この枯れた声はいつになったら治るの。枯れ葉とともに枯れていく私。お疲れ様でした。インフルエンサー。